はい、サチ君。はい。剣道お疲れ様です。お疲れ様。で、一つ言っとく。はい、君、晩ご飯ちゃん食べたんだよね。食べた。はい。毎回、いっぱい食べた。毎回それでね、誤解を招くんだよ。それでもお腹が空くというわけで、ソース焼きそば。こんにゃく麺のソース焼きそば。はい、これでどうやって作るの？まず、こんにゃくを洗い流し、十分切り、うん、あ、切って、水を気を切るね。水気を切って、で、フライパンに十分水切りいいよ、十分水切りしたこんにゃく麺を入れ、空気がなくなるまで、空気がなくなるまで、水気がなくなるまで。え？危ない。はい。待って待って、水洗い。はい、やけどそれ水洗い。よいしょ、これ。こんにゃく粉と大豆で練り上げたこんにゃく麺。本格焼きそばに負けない美味しさ。へぇー。あ、ほんとだ。あ、なんか違うね。確かに。よく水洗いして水気をちゃんと切ってください。あ！大丈夫？大丈夫？大丈夫。オッケー？うん。あー、治ってるんだって。よかった。じゃ、よーく水気を切ってフライパンで炒めます。え、どうぞーん。大丈夫。およく混ぜんと焦げるよー。混ぜないと焦げちゃう。しょうがないよ。溶けて混ぜて、そしたら焼きそばになるらしい。すごい美味しい焼きそばだね。あ、焼きそばの匂い。すごい焼きそばの匂いですね。その苦戦してる様子を撮ってやる。はい、できました。よろしいですか？はい。見た目まんま焼きそばだよね。うん。すごいいい香りですね。どうでいただいてください。ちょっと少ない気もするよね、うん、気持ちいい。うん、お、珍しい、珍しい好感触。普通の売ってる焼きそばより、うん、2倍に美味しい。うっそ。そうなの？体のものかな。意外。今までさっちゃんのラーメンとかなんか違うか、その焼きそばいける。うん、何点？1億点。高っ。おめでとうございます。イエーイ、やった、美味しかった。とても